はい、皆さん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、BF1 にガスブローバックの銃があった件ということで、C93 カービンをね、使っていきたいと思います。こっちがね、普通の C93 なんですが、まあ、こいつのカービンですね。こいつがですね、まあ、また、カスタムできないやつなんですけど、まあ、びっくりするほど弱いんですね。まあ、今日じゃねえな。昨日ね、紹介した、パイパーくんね、リボルビングカービン。あれがこう、まあ、銃の強さだとしたら、これ1ぐらいしかないですからね、マジで。マジでびっくりするほど弱いんですけど、とりあえずね、ウォーピジョンじゃなくて、このね、ピジョンぶん取るやつね。なんだっけ、ウォーピジョンだっけ。まあ、なんでもいいや。とりあえず、こいつをピジョンぶん取って、なんとかしようぜっていう、そんな感じですね。この、ちなみに銃なんですけど、まあ、圧倒的なほど、こう、威力がない&、そしてサイトがですね、見えなくなってしまうという C93 はね、こう、ハンドガンの中ではサイトめっちゃ見やすいと思うんですが、なんか撃った時にこうフロントサイドが見えるので、なんかこう使いやすいんですけど、この銃はなんか知らないけど、撃ってるところがね、もうなんか、全く見えないんだよね。フロントサイトがまあ見えるんだけど、まあ、一発撃ったらもうなんかよくわかんないけど、ガスブローバックというか、ブローバックしてるパーツなのか、サイレンサーなのか、なんかめっちゃやってて大丈夫。俺、とりあえずメッセージ書きたいんだけど、なんか意外と護衛してもらってんな。驚くほどね、何でサプレ撃たれたと、なんだ今の、まあいいや。おーおーおー、いる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 、おい、ちょ、全然当たんねえ。諦めの腰ダメ。腰ダメ精度もあんま良くないよね、そもそも。火力がないから腰ダメじゃやれないんだけどな。オッケーオッケー。ね、全然見えないっしょ。全然見えないっしょ。トグルアクションのこのさ、なんていうのかな、トグルする、このなんか、コッキングするパーツみたいな場所でさ、めっちゃ見えなくなっちゃうんだよね。で、リコイルがないから、全然フロントサイドとかそれで隠れて全く見えないっていうね。うん、なんか意外とクソ武器なんで。なんかめっちゃサプ撃ってんな。俺と同じ銃持ってんのか ?C93 カービン全然キロログに映んないからわかんないぞ。キロログに映んないからっていうね。青い空つってね。さらばの鳩よ。イエーイ。ピジョンこれ行くんじゃね?やったぜ。やった。やったぜ。喜びの空打ち。空打ちはできないけどこの銃が。空打ちってか。すげえすげえ。今まで全然キル取れなかった分のキルが、うまうまなんだか。よくわかんないけど当たってる。大砲ってなんやねん。めっちゃがれき踏んでんだけど。ちょっとお前。いやー、まあ、この銃弱いからね、基本的になんか他のことで殺さないといけないよーってね。一発って23ダメージでしょ。まあ、4発キルになんないやん。やっぱゴミだよね。やっぱゴミだよねとか言って。マジエアガンなんだよ。撃っても全然死なねえしさ、みたいな。撃ってるかな?撃っても死なねえし。まあ、たかが知れた反動だし、カシャカシャみたいな。でも、だからね、なんか、一発撃つと、フロントサイトを持ってるいるね、これ。どうしよう、ちょっと待って、二発当たって、53ダメージ。死に、三発で死なない、四発でギリ死ぬか。弱えな、まあ。弱えな、まあ。意外とね、あとね、レートも低いんだよね。頑張ってカチカチやってるんだけどな、貫通しないから、貫通しないの。うわ、これガスかよ。意外と本当にね、まあ、BF の中でもトップクラスに弱い。コリブリよりは強いけど。コリブリがいたわ、そういえば。うん、もっと弱いやついたわ。まあ、コリブリ完全に出た野郎だからな。もうやる気ないからね。ヘッドショットしかダメ入らないっていう。打てないね。お、味方がパクった。いや、マジほんと弱い。びっくりするほど弱い、この銃。マジガスブローバックだよね。しかも反動がほとんどないところがまたガスブローっぽいよね。カスカスカサみたいな。お、これ危ねえ、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 危ねえ。危ねえ、危ねえ。ちょっと当たるかな?当たってんな。ガスかよ、これ。ガスか、これ。しかも敵踏んでるし、ガス。どんまーい。どんまーい。マジドンマイだわ。味方にドンマイっていいな。あざーって。闇を言ったが聞こえないよね。闇を言ったが聞こえない。よいしょ。よいしょ、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 よいしょ。あ、ちょっとだけ当たった。2発当たったかな、今。まあ、2発だろうな。2発で31ダメージ。1発16ぐらい。めっちゃ弱いな、マジで。あの距離で16ダメージって。どういうことやね。わかる?おー、なんだお前、おー、びっくりしたー。81ダメージできる。よいしょー。うわ、刺されたー。マジ頼むよ、この銃、本当に。なんだかんだ言ってトップって、まあ、大丈夫だよ。さすがに俺、この銃でトップ取れたことないから、多分取れないはずなんだけどな。パイパーくんはさ、頑張って粘ってさ、取ったやん。パイパーくんは粘ってさ、危ねえ、危ねえ。あれしたけど、MVP になったけどさ、あれはなんか味方が弱いからしょうがないみたいな感じになるけど、まあ、多分今回は味方が弱いわけではないし、C93 ね。圧倒的に弱いんだよな。パイパーよりマジ弱いやからな。マジ、だいたい援護兵にゴミばっか押し付けたっていうコメントが昨日入ってた気がするけど、まあまあ、おっしゃる通りではあるよねっていう。まあ本当に P08 アーティラリーとかが強いかな、まだ。何が強いかな。だいたいこのパイロットが使ってる武器は本当に弱いんだよ。マジ全然当たんなかったじゃねえか。うわ、つえまあ、急ダメージだけど圧倒的にサイトが見やすい。てかね、この銃もね、サイトが見えないわけだけど、まあ、C93 カービンもね、見えないんだけど、本当はね、ちゃんとってか、弾ほとんどブレてないから、フロントサイトで一発当てれば、その後、その場所にカチカチやってるだけで、まあ、
ちゃんと当たんだけど、一発外しちゃうともうどこ撃ってるかさっぱりわかんないからね。それが問題だわ。そこの中か、なんかめっちゃ敵いそうだな。絶対いるだろ、これ。こん中。ありえないな。パクれんじゃね？お、パクれた、やった。あざーす。バイバーイ。ちょっと待って、後ろが寒いって、だから後ろが寒いって言ってんじゃん。なんか寒気を感じるよね。FPS ずっとやってるとさ、寒気を感じる。なんか味方に抜かれたんだから GHK さんですね、とに。ちょっと俺にそんなキルポイントを求められても無理なんだかな。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、待ってよと。ちょっと待って、待って、いるね。おいしょ、おいしょ、おいしょ、おいしょ。一発13ダメージなんだな。驚くほど弱いやね、13ダメージ。やべ、来た。まずい、外したし。おらー、全然やれないよ。マジかよ、死ぬよ、マジかよ、危ない。勝利不明、踏んだねー。どうしよっかな。あ、やぞーす。アザース、カイトカーアザース、ちょっと待って、敵二人すげえいる、すげえいる。持ってきたい、無理やり持ってきたい、やった、持ってった、持ってった、あー、ナタが触れなかった。オートマチコ M1918。いいなぁ。いいなぁ。俺もサンマシンガン、フルオートマチックのサンマシンガン打ちて。C93 カービン弱え。マジビビる。ほんとガス風呂だよ。この銃よりガス風呂っぽい銃あるかな。何があるかな？てか、音もガスブロっぽいんだよね。パス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 とか言ってさ。サバゲーした時聞いたことあるぞ、これ、みたいな。なんか。いるぞ、こういう人、みたいな。パス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 とか言ってさ。マジウケるよね。行って行って行って、あー。一発しか当てられなかった。マジきついわ。マジきつい。どうかしてるよ、この銃、本当に。なんでこんな弱いんだろうな。いや、絶対サブウェポンの C93 の方が強いと思うんだよね、俺。サプつける意味ないよ。多分サプのせいで多分ダメージモデル弱くなってるし、このゲームだと。全然死なねえよってなる。意外とね、C93のね、サブの方は強いと思うんだけどね、サブの中でも見やすいし、使いやすいと思うんだけどな。3発キルあったっけな ?4 発キルな気もするけど。まあでもなんか意外と使いやすいんだよね。MLE と C93 は癖がないから使いやすいんだ。そんな気がする。サブウェポンに関してなんか動画出したけど、なんかあんま見てる人いないと思うから、なんかまた出そうかな。それでもいいけど、まあ、簡単に言うと、なんかマグナムとオートマチックとポケットピストルに分かれるみたいなね。そういう感じなんだけどね。頑張って打ったけど71ダメージしか入んないわ。なんかね、一番ね使いやすいのはポケットピストルだと思うんだよね。ポケットピストルが多分持ち替え早いしね、使いやすいよね。ポケットピストル好きで。ポケットピストルが一番多分メインウェポンの代わりに使いやすいんじゃないかな。マグナムは2パンなんだよね、大体。リボルバー系は2パンなんだよね。リボルバー系は2パンだけど、なんていうのかな。まあ外したらやばいよね。まあどの銃もそうだよね。ウェブリーのマーク4だっけ ?3 だっけな。マーク4じゃねえかな。マーク4とか、あとは、オートリボルバーとか。リボルバー全キャラ持ってね。ブルドックとかさ。みんな持ってるやん。そういえば。ほらー。マジかよ。意外と当たったんだけどね。やっぱり打ちやすいな、C93、サブウェポンの方。まあ、あとはなんだろうな。ポケットピストルは全員持ってるしね。フローマストップとかね。みんな持ってるしね。モデロとか。みんな持ってるし。あとなんだろうな。まあ、普通のハンドガンはなんだかんだ言って、911と P08 があるからね。9113発キルあるよね。絶対。絶対ってか、確かあるよね。その代わり連射遅い。MLE めっちゃ連射速い。連射速くはないけど、こんな感じだよ。強いよな、やっぱり。やっぱ強いよ、この銃の方が。そんな気がする。サブウェポンの方がマシ説あるわ。おいしょー。まあいいや、許そう。54ダメージ。しかもエイマラブったからな。許そうてか。だいぶ上から目線だなって言われると、ささやんとして言わないけど。あー、何度もやんのか、おらー。OK やった。55ダメージしか入れられなかったけど。マジで死んじゃう。僕、ハトコップ書いてるのに。ハトコップ書いてるよ、俺。弾あげるから頑張れ。めっちゃ当たるな。当たってる。26ダメージ。ゴミじゃん。ゴミじゃんとか言って。いや、ゴミ、26ダメージゴミだろ、普通に考えて。おいで。あの距離だよ。超クソロングだったらわかるけど、大してそんなロングでもない。いるね。やってるね。やべえ、来る。足音がしてるよ。あ、湧いた。いるよね。もう知らないけど。もうやりたくないけど、俺あんまり前出ないよ、俺。前出ないよ、頑張れ、お前ら。俺は後ろからサプレイ支援するぞ。支援するけど全然死なない。なんか援護兵レベル上がって嬉しい。やったぜ。めちゃめちゃなんだが。カービンにさ、ついてるストック細すぎだよね。もっと厚いストックにしとけよ、みたいな。おらどう考えてもやっぱ、普通にサブウェポンの C93 の方が強えな。どう考えても強えな、とか言って。マジ、これガス風呂マジおもちゃだろ、本当に絶対。パス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 とか言って。本当にこの銃よりなんかおもちゃっぽい銃あるから、911のサプ付きとかもあるけど、911のサプ付きは普通に強いぜ、だってあれは。中身911の変わんないし、911接近戦強いから、サプレなんか威力の減衰かかっててもどうせ関係ないから、あんまり寄ればやれるわけやん。 C93 カービン寄ってもやれないからね。寄ってもやれないし、遠距離も抜けないし、
まあ、まあ、パイパーよりは連射しやすい気がするけど、まあ、パイパーとあんま変わらないっていうか、パイパー3発キルあるけど、この時3発キルないしね、しかも。そこら辺いろいろ終わってるよね。まあ、しょうがない、ガス風呂だから。すべてはガス風呂だから、ちょ、危ない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 、何をこれをゆっくり変えて、あー、やられた、ヘルリーゲル。ヘルリーゲルは全然おもちゃ感ねえな。普通にバババババーっと出てるからの弾も。しかも、まあまあリコやられるし。マジかよ。なんか、マジかよって言わないな。しかも、味方がパクったから、これ多分試合終わるな、このままだと。このままだと試合終わるね。電動ガンっぽい銃はな、昔の SMG0818 が電動ガンっぽかったけどな、低レートで、無反動でほぼ、低レートだったけど、冷静に考えるとさ、最近さ、電動ガンってハイサイとかが多いからさ、ハイサイクルとかが多いからさ、丸井さんの即興丸井のハイサイクルとかでしょ。だからこう、あれだよね、意外とこう、レートが高くて無反動で、なんか一番こう、電動ガンっぽい銃って多分、レートが高くて無反動で、弾速が遅いっていう長物でしょ。で、できれば撃ちまくれるやつ。あるか、このゲーム。で、音もできればこういうパスパスしてるよ。カシャカシャカシャって、カシャカシャカシャって音するからね。スカカカカカーンみたいなね。それが弾当たってる。スカカカカって言うからね。マジか、そこいんの。この銃みたいに、この銃なんだろうな。ガスプロっぽいね。パカカンパカンパカンみたいな。パカンパカン言うな、確かに。パスパス言わないな。パスパス言うのは本当にサプ付きのガスプロじゃねえのかな。パカンパカン言うよね。パカンパカンパカンって。まあいいや。なんで俺エアガンの話してんだろう。最近ね、月1でサバゲ行ってんで、いろいろあって、その話はね、またそれをさておきみたいな。やったでしょ、入れ死んだぜ。あ、ちょ、違う、間違えた、キー間違えた。よくいしょ。これで死なないかな、死なないか、さすがに。死なないっぽいな。ラレムさん、パイパー使ってる。あ、おお、危ない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 。おいしょ、全然当たんねえ。ガス風呂だからしょうがない。もう全てはガス風呂だからに許される。おら、当たれ、ガス風呂。ちょっと当たった。ちょっと当たったとか言って、19ダメージ。5発当たっても死なないんだよ。あの距離5発当たっても死なないって、どうしたら死ぬの、むしろ。どうするってんだ、一体。なんだお前ら、全員フォートアーマー着てんのか。お前、全員フォートアーマー着てんのかって。フォートアーマーのネタ、お前。わかんねえよ、今度の人っていうね。投げるか。死なないかな。大砲だな、これ。あ、試合終わった。15キル11です。まあ、ガス風呂にしては頑張ったかなというね。まあ、そんな感じっすね。はい。まあ、味方は強かったしね。ウォーピジョンちょっとなんか、ピジョンウォーじゃない、ウォーピジョンや。まあ、もう一回やりたいけど、多分、ドミネーションになるんでしょう。はい。というわけでね、今回この動画ね、まあ、多分動画化すると思うんで、ぜひぜひね、ぜひぜひじゃねえよ、間違えた。CQ さんね、めっちゃ弱いですけどね、皆さんも使ってね、キルレを下げていただければな、という幸い感じですね。まあ、キルレ下げてもね、ちょっと切ないだけですけど、まあ、それはさておきですね。まあ、何はともあれね、そんな感じでですね、この動画も終わろうかなという感じです。というわけでね、このね、動画ね、ははんと思っていただけたらね、ぜひぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。